あなた何様、ゆり子様、本日もポチッとありがとうございます。家事、育児、お仕事、お疲れ様でございます。ということで、本日はですね、私、娘を育てて4ヶ月が経ちました。なんかあっという間じゃないですか。皆さんはどう感じますかね。どう感じますかとか、なんか人のさ、出産、妊娠から出産とか子供の成長ってめちゃくちゃ早く感じませんか。私、友達とかがなんか妊娠したって言ってから、パッてインスタ見たら、もう生まれてるとか、時の流れめちゃくちゃ早く感じるんですけど、はい、ということで4ヶ月検診に行ってまいります。お子さんも4ヶ月を過ぎ、笑顔も一段と可愛らしくなってきた頃ではないでしょうか。保健センターでは下記の通り4ヶ月相談を実施しますということで、ね、日時がもう決定、決まっているので、その日に来てくださいっていう紙がもらえます。で、受付時間は、混雑を避けるため受付時間を3部制にしていますということなので、多分集団ですね、集団でこう行われるんじゃないかと思っております。で、会場が書いてありまして、持参するもの、母子手帳、4ヶ月検診模診票、バスタオル1枚、おんぶ抱っこ紐ということでね、4ヶ月検診の問診票は同じこの案内の封筒に入ってたので、そこを記入します。この名前って自分か、これ自分、保護者の方へ、自分の名前か、え、自分の名前じゃない、赤ちゃんの名前か、最初でつまずいてるんだけど。やばい。妊娠中に体調不良がありましたか。血圧、尿タンパク、マルしなくちゃいけない。出産時の赤ちゃんは、治療は、治療黄疸か、黄疸。マジさ、赤ちゃんの黄疸が高いとか言われた時にさ、黄疸って赤ちゃんの黄疸、信号に赤ちゃんがハイハイしてる様子がさ、めっちゃ頭に浮かんできて笑った。出産時のお母さんの体調は、まあしんどかったけど、無でいいよね。無にするしかないよね。今までにかかった病気ない、入院して治療もない、現在かかってる病気もない、かかりつけの医師は、かかりつけの医師はいないよ、いいえ。首は座りましたか。座った頃、4ヶ月頃だよね。でも4ヶ月頃、お子さんの成長のことで心配なことを相談したいこと、特にないけど、ポーカーフェイス。もうマジで最悪だよ。最悪マジで、なんでこんな今日なのって感じなんですけど、もう雨だし寒いしさ、ねえ、もう寒いし、Oh!
ということでね、4ヶ月検診に行ってまいりました。ついてからまず母子手帳とあとは問診票、事前に渡されてたやつをお渡しして会場まで行くんですけど、その会場があって入った時に全員あのうつ伏せの顔上げた状態で赤ちゃんが待ってたんですよ。もうその瞬間正直内心、ここ4ヶ月検診だよね、4ヶ月の子しかいないのみたいな感じになってしまい、あれみたいな、ちょっとそこで若干焦りと、まあ入った時にじゃあパンツ1枚になってくださいって言われて服を全部脱がすんですけど、その時も待って、みんな4ヶ月とかちょっとそう思いながら脱がしたりとかしていて、別に何だろう、何かを言われたりとかまだできないのとか言われてそうな雰囲気もないんだけど、初めて他の赤ちゃんも同じあのなんかその施設の中で同じ月に生まれた子ですよね、4ヶ月だからね。別に悪いことじゃないし、ナータンは予定日よりもかなり早く生まれてきてしまったので、生まれさせてしまったので4ヶ月なんですけど、まあ実際3ヶ月半とかにはなってくるとは思うんですけどね。ってなるとまあ仕方ないのかなとも思うんですけども、まあちょっと正直焦りましたよね。スタッフさんっていうんですか、係の方に言っていただいたのが、まあ、うつ伏せ練習してもいいんじゃないかなっていうふうに言っていただいたので、まあ、強制ではないし嫌がるほどさせるっていうのは違うと思うんですけど、あのまるで何ヶ月かける10の練習なので、今4ヶ月なので4ヶ月かける10で40分練習したら目安としていいんじゃないかなって言っていただいたので、まあ、1日40分ぐらいを目安にあのうつ伏せ練習これからさせていきたいなと思ってます。はい、ということでちょっと今ナータンちゃんにうつ伏せ練習させてみたいと思います。ミルク飲んでゲップさせた直後だとちょっと吐き戻しの原因になっちゃうみたいなので、おすすめはしないと言っていただきました。うつ伏せ練習してみたいと思います。よいしょ、どうだ、頑張れ。なんかここを押さえてあげるといいみたいで、よいしょ、押さえて手をこう前にしてあげると上がりやすいみたい。どう、ちょっとずつでいいよ、せーの、よいしょ、うん、うん、上がってる上がってる、よし、もう一つ、はい、休憩して、オッケーオッケー、よく頑張ったね。こんな感じでちょっとずつちょっとずつ練習できたらいいなと思いますね。よいしょ、うん、できてるできてる。はい、ということで本日も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。各 SNS のフォローもお忘れなく。それではみんな、バイバーイ。